めっちゃ美味しそうな小豆をいただいたので、これで美味しい小豆を炊いていこうと思います。15分ぐらい茹でたので、一回ザルにあけて、これは全部水は捨てたいと思います。で、そんなに汚れてはないんですけど、この鍋も一回渋みとかが残ってるといけないので、きれいに洗ってから入れていくっていう感じです。なので今からこの小豆をここに戻し入れて、水を加えて、次は30分ぐらい煮ていきます。大体30分ぐらい煮たんですけど、小豆の硬さを見ていきます。もうちょい煮た方がいいかもしれない。あと3分ぐらいだけ煮て、じゃあ How come the stars come to shine when it's dark from so far away?Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder.で、もう最後の仕上げになるんですけど、あんこの一
1.4 倍の水を加えて弱火でじっくりコトコト煮ていきます。それとこの砂糖、砂糖は小豆に対して 60% の結構甘さ控えめだと思います。私はいつも小豆を作るときはザラメを推奨してるんですけど、ちょっとザラメ切らしてたのできび砂糖にします。どんどん水分を飛ばしていって、これで最後で美味しいあんこが作れると気にかけていきます。Makes me wonder.